こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近僕が買ったあるスニーカーを皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。今回買ったスニーカーというのは様々なスニーカーの中でもまさに王道、鉄板と呼べるものなので、ぜひ皆さんにですねお勧めしたいアイテムなのかなと思っています。まあスニーカーというものにもですね様々なジャンルがあるんですね。よくカジュアルと綺麗めのバランスという言葉を僕は使ったりするんですけども、スニーカーの中でもカジュアルめのものもあれば綺麗めのものもあるわけですね。この中で様々な個性のものを揃えておくと結構日々の着こなしは構成がしやすいんですね。もうちょっと具体的に言うと、綺麗めなスニーカーの一つとしてよく僕が挙げてるのは白レザースニーカーですね。まあ、実際に持ってきたんですが、こういったものですね、まあ、スニーカーの中でもブランドのロゴがですねあまり目立たないもので、デザイン的にもゴテゴテしてないものですね。そして素材なんですがレザーだとか、こちらもそうなんですがほとんどレザーに見えるような合皮ですね。そういったものは綺麗めに見えるので大人の男性は持っておいて間違いがないアイテムなのかなと思っています。まあ、このような綺麗めなスニーカーもあれば、よくスポーツショップとかに置いてあるようなブランドロゴがしっかりとついていて色もたくさんついていたりだとか、今にもランニングができそうなようなスニーカーもありますよね。こういったものはカジュアルなものに分類できるのかなと思っています。で、僕たち大人世代が持っておくスニーカーというのはまさに綺麗めなもの、これがですね鉄板なのかなというふうに思っています。というのも最近はですねカジュアルだとか私服の場面で革靴を履くことってあんまりなくなってきたかなと思っています。以前であればローファーだとかスウェードの着火ブーツだとか、こういったものを綺麗めな靴として提案することも多かったんですが、まあ、最近はですねスニーカーブームということもあり、こういったスニーカーの中で綺麗さを出していく方が僕はリアルな提案なのかなと思っています。そういう中で白レザースニーカーというのは、まあ、鉄板として皆さんにお勧めしてきたんですが、このスニーカーにもですね一つデメリットがあるんですね。それはもう皆さんもお気づきの通りかなと思うんですが、汚れやすいんですよ。まあ、これはしょうがないですね。白というのは清潔感があって履くだけでパキッと明るさを出すことができるので、その点はめちゃめちゃ使いやすいんですが、どうしてもですね白ということで汚れやすいんですね。僕自身はそこまでそれは気にならないんですけども、やはりですね白レザースニーカーをおすすめすると汚れやすくてちょっと嫌なんだよなという意見も少なからずあるんですね。そんな皆さんに朗報なのが今日ご紹介するあるスニーカーなんですね。まあ、そろそろもったいぶらずにですねご紹介したいなと思ってるんですが、今回僕が購入したのはこちらのスニーカーですね。見えますでしょうか。はい、これはですねブラックのレザースニーカーなんですね。先ほどの白のスニーカーに関しては合皮なんですが、今回購入したものはしっかりとしたレザー素材のスニーカーになります。こちらはですねナノユニバースの通販で購入したんですが、めちゃくちゃこれはいい仕上がりかなというふうに思っています。まあ、白レザースニーカーの兄弟と言ってもいいかなと思うんですが、結構お店に行くとですね白と黒両方揃えてあるショップもあったりするんですが、でもですね白レザースニーカーに比べるとこのようなブラック系のレザースニーカーってなかなか見つからないんですね。僕にとってはこれはもう鉄板だと思っていて、普段のスタイリングでもこちらを提案することが多いんですが、なんせですね見つかりづらいんですね。特に僕の中では理想的な黒レザースニーカーの形っていうのは決まっていまして、まず特徴としてはデザインがなるべくシンプルでロゴなんかが見えないことですね。今回購入したナノユニバースのものも基本的に目立つ位置にはロゴがないんですね。一応この靴のタンの部分にナノユニバースというロゴが入ってるんですけども、同色系になっているので正直あんまり目立たないですね。これぐらいであればすごく使いやすいのかなというふうに思っています。そして一番のポイントなんですが、本体がブラックなんですけど、ソール部分は僕はホワイトの方が使いやすいかなというふうに思っています。これはなぜかというと、ブラックレザースニーカーというだけですごくきれいめで使いやすい靴なんですが、ソールまでブラックだと本当にですねシンプルになりすぎてしまうんですね。そういった意味ではカジュアル使いではちょっと退屈かなという感じがしまして、本体が黒でソールが白の方が程よいアクセントになりますし、ここが差し色になるので重たくなりすぎないんですね。そういった意味でこの黒のレザースニーカーはまさに完璧なものが見つかったなというふうに思っています。僕の中でこういった黒系のレザースニーカーといって思い浮かべるのはコモンプロジェクトというブランドがあるんですね。ここのレザースニーカーがめちゃくちゃ美しくて、
僕自身も憧れがありますし、普段のスタイリングでも提案することがあるんですが、それがですね5万円以上するんですね。ですのでなかなか気軽に手が出しにくいんですね。その点このナノユニバースのレザースニーカーに関しては1万円台前半で買えるので、まだ手に取りやすい価格帯なのかなと思っています。なかなかですねこの価格帯で黒のレザースニーカーを探しても見つからないんですね。ですので僕は ZOZO だとか様々な通販サイトでこういったものを探してるんですが、まさにぴったりなものを見つけたので、今回は皆さんにご紹介をしたいなと思って、もちろん自腹で購入をして今回持ってきました。ナノユニバースさんとのつながりもなく、忖度ゼロでこれはおすすめできるスニーカーなのかなというふうに思っています。この黒のレザースニーカーの良いところなんですが、まずはコーディネートがしやすい点なんですね。様々なボトムスとも相性が良くて、例えば僕が定番的なボトムスとして挙げているブルージーンズですとかブラックジーンズですとか、あとはスラックス系ですね、どれでも合います。そういった合わせやすさというところで考えても鉄板なんですね。そして結構これがいいんですけども、カジュアルだけではなくてビジネスカジュアルにも相性がいいんですね。例えばセットアップのジャケットとパンツを履いて、ジャケットの下にはニットだとか T シャツを着て、足元にはこういった黒のレザースニーカーを合わせるというスタイル、これはもうまさに鉄板なんですね。まあ、このような黒レザースニーカーだと、普通の黒のストレートチップみたいないわゆるビジネスシューズの王道よりはですね少しカジュアルさがあるんですが、白レザースニーカーよりはカジュアルすぎないので、ビジネスカジュアルシーンでも使い勝手がいいんですね。まあ、ナノユニバースとしてもそのような提案も結構教えたりするんですが、そういった点で使える範囲がめちゃくちゃ広いので、これは持っておいてまず間違いがないアイテムなのかなと思っています。まあ、この後ですねこの黒レザーを実際に僕が履きながら着こなしの全体をお見せしたいなと思うんですが、これは本当に鉄板で全大人の男性が持っておいていいと思うぐらいの商品なので、ぜひ皆さん最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは30代40代の大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね分かりやすく解説してますので、ぜひよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速こちらのスニーカーを履いてみたいと思います。はい、ということで実際にブラックのレザースニーカーを履いてみました。どうでしょうか。今僕はですねこういったグレー系のジーンズと合わせてるんですけども、カジュアルなジーンズ系であっても足元が黒のレザースニーカーだと結構引き締まるんですよね。普通の革靴だとちょっと重すぎるんですが、このような黒系のレザースニーカーであれば程よくカジュアル感も漂いながら綺麗な感じが漂いやすいので、すごくこれは使い勝手がいいかなと思っています。このようなデニムに対して普通の革靴を履いてしまうとあまりに雰囲気が違くてマッチしないんですが、こういった黒のレザースニーカーでなおかつソールが白いとですね程よくカジュアル感があるので、ブルージーンズの雰囲気とも相性が良いのかなというふうに思っています。この白い分量って結構重要だと思っていて、ここがないとですねやっぱりどこかつまんないというかカジュアルさが漂わないので、そういった意味ではこのホワイトソールというのは非常にバランスがいいかなと思っています。まあ、レザーの質感も非常に良くて程よく綺麗な光沢感があるのも気に入っていまして、このようなジーンズ系のスタイルにはすごく相性がいいかなと思っています。今回はですねちょっとモノトーンな雰囲気にしたかったのでグレー系のデニムを合わせていますが、通常のですねブルージーンズでももちろん相性がいいです。ブルージーンズに相性がいい靴って結構限られていて、スポーツブランドのロゴががっつり入っているようなスニーカーはですね意外とマッチしないんですね。まあ、下半身が結構カジュアルになりすぎてしまうので、こういった黒レザースニーカーだとか白レザースニーカーはすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。はい、続いてですねちょっと着こなしを変えてみました。今度はですねネイビー系のセットアップの中にですねこのレザースニーカーを合わせてみました。どうでしょうか。このようなスラックス系のパンツとブラックのレザースニーカーもめちゃくちゃ相性がいいんですね。ですのでセットアップでビジネスカジュアルの場面でもですね結構これは使い勝手がいいのかなというふうに思っています。まあ、カジュアルな職場であれば今の僕の着こなしのようにネイビーのセットアップの内側にT シャツですとか、あとは丸首のニットを合わせて、その足元はこのようなレザースニーカー、ブラック系のものがあるとすごく便利なのかなと思っています。もちろんこの着こなしに白のレザースニーカーも合うんですが、ちょっと白レザースニーカーだと明るかったりだとか、ちょっとカジュアルさが目立ってしまうかなと感じる方には、このようなブラックレザースニーカーの方が革靴ライクに見えるので、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、このようなレザースニーカーってシーズンを問わずに使いやすいですね。今撮影しているのはですね秋口なので僕は靴下を履いていますが、
もし春夏に履くのであればベリーショートソックスなんかを履きながら、なるべくですね靴下を見せずに素足をちょっと覗かせてあげるとバランスが良いのかなというふうに思っています。これはですねまさに鉄板のスニーカーだなと今履きながらですねすごく感じていますね。まあ、確かにこのようなレザースニーカーであればコモンプロジェクトがめちゃくちゃ上品でいいんですが、こちらのスニーカーも非常によくできていまして、1万円前半でこのクオリティであれば非常に満足度が高いかなと思いますので、ぜひ皆さんこちらもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では最近僕が買って感動したナノユニバースのですね黒レザースニーカーについて解説をさせていただきました。僕は仕事柄いろんなショップに回っているんですが、なかなかですね満足のいくような黒レザースニーカーに出会うことがないんですね。その中でも結構気に入っていたのがエストネーションの黒レザースニーカーだとか、あとはビューティー&ユースもよくやるんですよね、こういった黒レザースニーカー。ただ最近はなかなか取り扱いがなくて、なんか良いものがないかなとか皆さんにおすすめできるものはないかなと思ってずっとリサーチをしていたんですが、その中でようやくですね完成度の高い黒レザースニーカーを見つけたので今回皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、エストネーションだとかビューティー&ユースの黒レザースニーカーは確かですね1万円台後半とか中頃だったと思うんですが、まあ、ナノユニバースをこちらに関しては1万円台前半というところで比較的買いやすいのかなと思っています。そして使える範囲も先ほどお伝えしたようにビジネスカジュアルからカジュアルまで非常に広いので一足あるとめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思っています。多分探せば1万円以下のものもあったりするんですが、こういったレザースニーカーってビジネスシーンで使うことも想定するとやっぱりですね合皮よりはレザー素材の方が使い勝手がいいかなと思っていますので、現状ある中では最強の一足かなというふうに思っています。まあ、どんな着こなしにも馴染みやすいですし、白レザースニーカーに比べるとはるかに汚れが目立ちにくいので面倒くさがり屋の方にもですねめちゃくちゃ重宝するスニーカーなのかなと思っています。とは言ってもですねやっぱりこの白ソールの部分は汚れが目立ってくるんですね。そういう場合は市販のですね激落ちくんみたいなメラニンスポンジに水を含ませてこすってあげるとですね結構綺麗にこの白ソールの部分の汚れが取れるので、そういった形でケアをしてあげれば間違いなくですね長く使っていただけるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。これからもですねこちらの動画では僕が気になる商品だとか30代40代の男性に似合いやすいものをですね自腹で買ってどんどんレビューをしていきたいなと思っていますので、ぜひこれからの動画もお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。